皆さんこんにちは、パンダキッズです。今日は集まれ動物の森カード組2を6個開封していこうと思います。ラインナップは全27種類、グミは全4種類なんだって。雪見とかつば九郎とかフランソワとかクリスチーヌとかペータとかタモツとか、僕は雪見ちゃんが出てほしいな。何が出るかな、何が出るかな。それじゃあスタート。まずは1つ目、開けていくよ。中に入ってるグミから確認していこうかな。よいしょよいしょよいしょ。グミはみかんと桃かな。さあカードを開けていくよ。せーの、おー、パンクスだったよ。かっこいいね。パンクスはジョーの男の子なんだ。0609って刻印してあるよ。裏はパンクスのプロフィールが書いてあるね。え、星座って双子なんだ。誕生日が6月9日、性格は怖い。島にキャンプサイトができるとやってくる宿泊客。移住の勧誘をしないとすぐに帰ってしまうかも。だって細かいことは気にしねえたちでな、自分の信じた道をひたすら突き進む、そいつが俺のポリシーだ。おっす。だって。それじゃあ2枚目、2枚目のグミから見ていくよ。2枚目のグミはリンゴとサクランボだったね。よーし、カード開けるよ。せーの、お、ブーケだ。猫の女の子のブーケが当たったよ。ブーケのプロフィールは、声をかけてくれてサンキュー、あたいに何か用事チェキ。ブーケは魚座で誕生日は2月27日なのって。噂その37、豆吉が売ってくれる家具や花の種は日替わりで入れ替わるらしい。だって。よし、次3枚目、3枚目もグミから見るよ。あ、グミはかぶっちゃったかな。みかんと桃のグミでした。さあカード開けるよ。せーの、お、鳥の男の子、つば九郎が出たよ。つば九郎はこのオイラがライバルと認めたお前と一緒なら絶対毎日が楽しくなるぞ。だって。誕生日は7月17日。噂その36。1月、4月、7月、10月の第2土曜日は釣り大会が開かれるらしい。魚をたくさん釣ろう。だって。次4枚目。4枚目のグミは、よいしょ。あ、またみかんと桃だった。カードはいくよ。せーの。クリスティーヌだったよ。クリスティーヌは未来のトップアイドル、クリスティーヌです。これからどうぞよろしく、リララー。だって。誕生日は8月28日、噂その23、島にフーコが訪れた日の夜は空を見上げてみよう、流星群が見られるかも。だって。次は5枚目、5枚目のグミは、お、新しい化石とお金の袋のグミだったよ。5枚目、せーの、あー、かぶっちゃった。ブーケが出てきたよ。さっき読まなかった情報だと、星座は魚座で種族が猫、性格は元気だって。はぁ、かぶっちゃった。それじゃあ最後6枚目、最後は何が出るかな。グミは、あ、またみかんと桃だった。カード最後1枚開けるよ。せーの、パッケージと同じビジュアルカードが出てきたよ。見て見て、かわいい。裏面はメッセージカードになってるね。ぜひお友達にメッセージを書いて渡してみよう。今回出たのは、ゾウの男の子パンクスと、ブーケが2枚、ウサギの女の子クリスチーヌと、鳥の男の子つば九郎、最後にビジュアルカードの全6枚でした。みんな、どうだった？ゆきみちゃんは出なかったけど、集まれ動物の森カード組2、ぜひ遊んでみてね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それじゃあ、また
またねー。